じゃあこんにちは。まあ、去年のもう、オフシーズンになったぐらいから、うん、まあ、いろんな選手を球団が獲得とか、まあ、海外メジャーだったりとか韓国から獲得なんていう話も結構もう入ってきてはいるんですけど、ね、まあね、あの今年に入ってもまた活発に動くとは思うんですけれども、中でもちょっと去年気になった、はい、助っ人外国人何チームかありまして、まあ、でもあれだな、うん、昨年はタイトル争いだとかに絡んでこないもんね、外国人が。そう、ホームラン争いも来なかったし、うん、なんか寂しい。ちょっと寂しかったな。ですよね。だ、今年こそはというところもあるんですが、まず DeNA です、はい、新外国人のロメロ投手を獲得ということで、はい、フェルナンド・ロメロ投手、これドミニカ共和国の出身、うん、で2018年から19年にメジャーで2年間プレーし、はい、26試合で3勝4敗防御率 5.17、うん、でメジャーリーグのデータによれば直球の平均球速、これ155キロの剛腕タイプと、はい、183センチ104キロ。ただね、去年コロナの影響で成績が残ってないんだよね、はい、だからまあ、ね、多分地元でやってたんだと思うけど、ドミニカってってことですか、うん、ただね、ツーシームがいいわ。あ、もう見ました、何か見た見た、はい、ツーシームがいいのと、やっぱ書いてある通りまっすぐ速い155で、はい、あ、いいなと思ったのは、はい、ツーシームがいいピッチャーって勝てるんだよね。おお、やっぱ、まあ、シュート系のボールを使えるピッチャーって、はい、で映像では右にも平気で投げてたし、はい、だから使えるなと思った。これ DeNA のもうローテーションにスパッと最初からいきそうですか？いや、いけると思うよ。ただ、はい、ちょっととっちらがあるんだよね、うん、ちょっとコントロールが悪いというかさ、制球難ですか？制球難が出てしまうとちょっと苦しむだろうけども、はい、まあボールの力はあるでしょ、うん、ツーシームがいい、特にね、はい、はまれば勝てると思う。お、勝てるピッチャー、まあ、球団代表は DeNA の、うん、まあ、26歳と若く、ストレート変化球ともにトップレベルの評価っていう、ね、いや、そのぐらいの評価だと思うよ。それとね、投げ方がいいんだよ、はいはい、投げ終わった後さ、うん、ものすごく崩れるピッチャーっているじゃない、うんうんうん、そんなに崩れないんだよ、うん、ということはちょっとひねれば、はい、コントロールは俺多分良くなると思う。おー、うん、ちょっとあれすればちょっとあれすれば、はいはいはい、だからそういった意味ではコントロールさえつけば、うん、ある程度のところに投げれるね、うん、活躍すると思うしますかね。ただある程度のところに投げれなかったらちょっと苦しいよね。日本の野球には慣れそうな感じですか、うん、慣れていきそうな感じですか。いや、慣れると思う、うん、というのはツーシームを投げれるピッチャー、ツーシームが特に本当に、ね、ツーシームかと思うぐらい曲がる感じがするんだ、はい、食い込んでいくというか、うん、右バッターにね、はい、だからそういう球を持ってるピッチャーっていうのは絶対勝てるから。6回ぐらいまでは投げてくれそうですか。スタミナありそうです。あ、じゃあいいですよね、後ろにとっても、うんうん、じゃあこれ DeNA の、ね、投手陣の中に一角に入って、まあ、やってくれなきゃいけないよね、うん、DeNA の右ってさ、はい、割と南東派が多いんだよね、はい、大貫とか京山とか、うん、割とこうかわすピッチャーが多いでしょ、うん、じゃなくてこうパワー系のピッチャーが入ってきたっていうさ、これまた新たな変化をもたらすというね。そうですね、うん、ちょっとロメロ投手期待したいですけれども、はい、続いて阪神、はい、阪神はですね、新助っ人としてラウル・アルカンタラ投手を獲得、うん、昨シーズン韓国のプロ野球で20勝をマークし最多勝を獲得した期待の右腕、うん、さらに日米通算95勝の後チェン投手もロッテから取ったということで、この2投手取りましたけど、うん、まずこのラウル・アルカンタラ投手、これまっすぐがいい。お、見ました。でもまっすぐ、あのね、はい、綺麗なフォーシームを投げるピッチャー、おお、すごいいい、まっすぐは球も速い、だから150キロ以上投げるよね。うん、で力もあるし、はい、ただそのまあ映像だけだと変化球が浮くんだよね、うん、低めに請求されないというか、ちょっと怖いですね。それとね、緩急をあんまり使えないという。あ、だからまあ例えば一球さ、ドローンとしたようなカーブがあれば、うん、それが緩急になって惑わすことができるんだけども、はい、ある程度の球速の中で変化させたりだとか、まっすぐ投げたりだとか、で球速の変化がないからね、はい、それと変化球が浮き気味に投げてくる、はい、だからそこが危ないなと思うけど、はい、ただまっすぐは力ある。
あ、じゃあまっすぐで押していくような今のところタイプのピッチャーなんですね。そうだね、うん、ただ読まれたり貼られたりしたら、うん、あれですよね、もう打たれてしまう、ね、まあ、そうだね。だから、まあ、映像を見る限りでは、うん、左のインサイドには投げれるんだけどまっすぐを、はいはい、右のインサイドっていうのは本当少ないんだよ。あ、外のまっすぐか、まあ、スライダーカット、うん、まあ、一応カーブもあるみたいなんだけど、はい、だからまあそこの外の中心、外中心になっちゃうなっていうような感じがするよね。そう、外国人の助っ人のピッチャーって日本来てから例えば修正したりとか、じゃあちょっと右の内角投げられるような球を覚えるとか、そういうふうにする投手っているんですか？まあいると思うよ。やっぱそれはアドバイス、あとはそれができるセンスを持ち合わせてるかどうかだよね、はい、あとはね、受ける梅野選手がどういう配球をしたり、うん、困った時どうするのかっていう、うん、でもね、ちゃんとした角度があるしね、まっすぐは素晴らしいよ。いい投手なんですね。でも基本まっすぐが素晴らしい投手っていうのは、はい、いいピッチャーだから。あ、じゃあいいピッチャー取ったってことですね。いいピッチャーだよ本当に、はい、うん、あとチェン投手をロッテから阪神に取りましたけれども、チェンは結局勝てなかったよね、はい、勝ち運がないよね。ただ投げてる結果とすれば素晴らしいけどね、はい、まあロッテってさ、はい、去年打てなかったでしょ、はい、だから援護点がなかったんだよね、うん、だ援護があればチェンも勝ててたと思うんだけど、はい、だ阪神で援護があればね、うん、やっぱ勝てるピッチャーの一人じゃん。そうですね。でも、まとまってるもん。ゲームは絶対作ってくる。あ、壊さないってことですよね。ね、しかも左ですし。そうそうそう。でこう考えると、うん、阪神、うん、一応今シーズンの先発ローテ候補というと、まあ、西勇輝投手がいて、うん、秋山投手、青柳投手、高橋遥人投手、うん、でそこにこのラウル、アルカンタラ投手、これはもう絶対入ってくる、入ってきますか、ラウル、アルカンタラは、うん、そしてチェン投手と来ると、うん、藤浪投手が7番手なんですよ、数えていくと。分かんないじゃん、エースとして君臨するかも、うん、そうですよ。というか戻すんですか、先発に。先発に戻、一回戻すとは言ってたけどね。あー、矢野監督は、うん、そのあたりこうちょっと競争が激しく、まあ激しいよね、なりそうですね。だからまあすごくレベルの高い競争だから。そうですね、面白いと思う。伊藤投手だったり西投手、他もう一人の西投手もいますしね。まあ、そうだね、はい、ちょっと阪神のこの投手陣今シーズンどうなるのか楽しみです、はい、そして最後、うん、オリックスの地味すぎる補強に球団内からぼやき節というのが出てたんですけど、なんで地味なんだよ。楽天からロメロ選手が戻ってくるんです。出戻りみたいな感じでね、はい、取りました。でも一番俺は硬いと思うよ。それは地味かも分かんないよ、はい、でもロメロって実績あるじゃん日本で、まあ、もうすでにそうなんですよね。そうだろう、はい、それを考えると、うん、俺はいいと思う。あ、やっぱ戻してよかったってことですか。まあ、戻していいのが、まあ、活躍するかどうかは別問題として、はい、だけど一応実力っていうのが分かってるじゃん、はい、で環境に慣れる必要もないわけじゃない、うんうん、だからそういう面ではマイナスから入らないよね。いや、環境に慣れて、キャンプ地行って、でも顔もわからない人と一緒にやって、最初マイナススタートからスタート切るよりも、もうみんな知ってるわけだよ、仲間だから。そうですよね、うん、同じパリーグ内に。そしたらもうプラスじゃない。そうですよね。もうに日本の文化にも慣れてるだろうし、はい、だからそこら辺地味だろうがなんだろうが、俺は別にいいとも一番硬いとこ行ったなって思うよ。あ、逆にじゃあ豊さんはこれ地味じゃなくて硬いところ、堅実なところ行ったなって。確かに考えりゃ地味だよ。でも AJ 取ってんじゃん。去年ね。去年。あんな派手な選手を取ったんですもん。まあ、年々さ、ね、年ごとに大物ばっかり連れてこれないよ、そら。そうですよね。資源があるから。確かにね。コロナでマイナス食らってるからね。そうです。ある、そうです。ある資金の中で考えなきゃいけないわけですね。AJ に払うお金もありますしね。で考えるとやっぱ堅実なところに行ったのかなというところで。で、な、はい。もう一人、はい、阪神で大型の野手を取ったんだよ。あ、この選手ですか。誰？メルロハスジュニア。そう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 。大型ですね。まあ大型なんだけどジュニアなんだよね。そうですね、誰かのジュニアってことでついたと思うんですけれども。そう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 。でもね、この選手はね、スイッチ、はい、スイッチターで、はい、ホームランバッターなんです。そうなんですよ、昨年、まあ、韓国で、うん、KT でやってたんですけれども、昨年47本塁打、うん、135打点で韓国リーグ2冠。そうで、メジャー経験はないけれども、はい、成績きちっと残してると。でも数字から見るとやっぱり勝負強さもあるよね。すごい、だって3割4分9厘ですよ、そう昨シーズン、うん、でね、
右はね、はい、本当にパワフル。お、もう外のボールも引っ掛けてプルヒッターなんだよ、はい、だから流すとかそんなんじゃなくて、もう大体もうレフト方向に引っ張っていくタイプ、はいはい、でインサイドもさばけるし、うん、変化球も打てるし、はい、いや脅威だよ。おで左は広角に打つ高打者なんだよ。あ、すごい。だから期待できる。でましては甲子園でしょ、はい、引っ張ってもダメな時は流せるから。わ、もうその時の状況によって、うん、ただね、特徴があって、はい、右はねある程度完成形だと思うんだけど、はい、左は速いボールに対してちょっと遅れ気味なんだよね、うんうん、タイミング的に、はい、だから何だったっていう話なんだけどでも左も変化球も打てるし、じゃあなんかほぼか、まあ、完成してる選手というか、うん、いいですね。でね、守備はね、はい、外野手なんだけど、はい、球際にする。おー、動ける。はい、お、じゃあいいじゃないですか。しかも甲子園。いや、いいよ。そうですよね。で、推定年俸なんですけど、うん、2年契約で2億6250万。これどっかの数字と似てません、ユタさん、去年の。あ、去年帰っちゃったな。ボーア、ボーア、いや、ボーア左一本だったよ。左一本、しかも左手も両方打てるから。そっか、左手半額みたいな感じだから。半額。いやいや、本当にだから、いや、そのぐらいいい選手だから。一粒で二度おいしいみたいな選手を取ったってことですよね。いや、俺はね、怖いと思うよ、この選手は。いい選手取った。他のチームにとって脅威ですね、じゃあ。いや、脅威だよ。で、変化球も本当にね、うまくさばいてるから。はい、じゃあ3番あたりですか、大山選手。4番とかでとか。3番、5番。4番じゃないか。4番ですか。スイッチヒッターの4番。スイッチの4番っていうと、外国人でいました？いや、いるよ。あ、いるんですね、うん、それはいるよ。それはいるけど、うん、あの、なんていうの、やっぱこうパワーがあるよね。左はね、ほんと広角にホームラン打つよ。おで、右はね、だいたい引っ張ってホームラン打つ、うんうん、いや、まさに阪神にとってうってつけの選手ですよ ね。なんか韓国とのパイプ強いね。そうですね、韓国で活躍した選手を取ってくるね、よく。そうですね、阪神もそうだし、去年のジャイアンツもそうで、ね、うん、だし、ここのところそういう傾向見られますよね。でなんか他人のふんどしで勝負してるみたいな、そんな感じがして嫌だな。なんか韓国でいい成績を出した人を日本がごぞっと取っていくみたいな、お金でみたいな。ああ、まあそういうことでしょうね、結局。で、このロハス選手を含めると、これで阪神は8人体制です、うん、助っ人外国人が、まああのね、チェンと、アルカンタラ入って、うん、アルカンタラも入るから、ね、入って、このメルロハスジュニア入って、ジュニア絶対入るから。ジュニア絶対入る。で、チェン、あ、チェンって名前入るじゃないですか。で、スワレスは守護神にいるし、マルテ、サンズ、エドワーズってなると、だからもう厳しい戦いになるけど、はい、まあ、サンズかなと思うよね。もし、あ、打線に入れたいよね。マルテとエドワーズはちょっとこのメンバーだと、だからまあこうローテーション組んだりとかいろいろするんだよ、うん、そうでしょうね、うん、阪神。いや、いいよ、かなりいい補強がね、いい補強できたということで、ね、今日3球団の、助っ人外国人、はい、はい、お伝えしましたけれども、まあ、この後もね、こういった情報が他の球団に入ってくれば、うん、でもね、この3人はね、うん、本当に活躍すると思う。どの3人ですか？だからジュニアと、ジュニア、はい、ロハス、ジュニア、はい、アルカンタラ。いっぺんに覚えられないよね、ほんと多いから。誰か外れてますよ、そしたら。何が？だって DeNA と。DeNA でしょ。だって、ある、まあ、チェーンはさ、中日にいたの。まあまあわかる、うん。ロメロも、まあまあまあわかる。あ、ロメロは日本の扱いだからもう。あ、もう地味だし。ということは、このロハス、ジュニアと、あれですよね、アルカンタラと、あと、ロメロ、もう一人のロメロでしたっけ？ロハス？ロハスだ、ロハス。ああ、ロハス DNA の、うん、そうこの3人、違いますよ、ロメロですよ。ロメロ、やっぱりロハスって誰ですか？いや、わかんない。ロハスジュニア。ロハスジュニアの方がおかしくなるんだよな。でもね、この3人はね、はい、確実に活躍するよ。あ、確実ですか、これお墨付き。じゃあちょっと楽しみに、この3選手、はい、見守っていきたいと思います。はい。